スイッチデラブレイクは、東海ラジオ放送で2019年度の第2、月曜未明に生放送されている特別番組。東海ラジオの開局60周年記念事業の一環として企画され、通常は放送設備のメンテナンスのために放送を休止する時間帯に放送している。東海ラジオの自社制作での深夜帯の生放送番組は、帯番組時代の 東海ラジオミッドナイトスペシャル以来となる。2019年4月から9月のシーズン1では、東海ラジオアナウンサーの持ち込み企画及び、次世代パーソナリティ公開オーディションを放送。オーディションで月ごとに選ばれた6組が、同年9月末に行われる、東海ラジオ大感謝祭でネタを披露した後、2019年10月から2020年3月のシーズン2で1回ずつ番組を担当する。 シーズン1は全員東海ラジオアナウンサーが出演。時代を担うパーソナリティ発掘を目指し、お笑い芸人に5分間のデモ番組を制作してもらい、シーズン1にて毎回4組のトークを放送。ホームページにて、リスナーに、最もラジオパーソナリティにふさわしい1組を投票してもらい、選ばれた計6組が、上記の通り、東海ラジオ大感謝祭を呼び、 シーズン2に出演する。ふとじは投票で選ばれたシーズン2のパーソナリティ。ありがとうございます。